どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、久しぶりにカメラ関係の話させていただこうと思います。前回ね、カメラの話させていただいたのは、今このね撮影してる EOS キセイム買いましたっていう話と、それとこの EOS キセイム用に単焦点レンズ買いましたよっていう話やったんですけれども、今回はね、最近よく使ってるこのねマイクロフォーサーズのレンズのご紹介させていただこうと思います。それがね、はい、この2つのレンズになります。ニューワーというメーカーの、こちらが 28mmF2.8、 こちらが 35mmF1.7 の両方ともねマニュアルフォーカスのレンズになります。価格はね、 28mm の方が6799円、 35mm の方が7399円となり、かなり安いレンズになってます。取り付けるとね、こんな感じになります。レンズ自体ね、金属製なんでだいぶ重たくはなるんですけれども、大きさはねコンパクトっちゃコンパクトかなと思います。こちらがね 28mm のレンズの方になります。レンズ前面についてあるのがフォーカスリングになってまして、後ろについてるリング、こちらが絞りのリングになってます。動きはね結構スムーズに動きますね。今ね開放状態なんですが、ちょっと絞ってみましょう。やっぱりねまん丸にはならなくて、ちょっと角張ったような形になります。安いレンズなんでね仕方がないかなと思います。はい、こちらがね 35mm の方です。同じく前面リングがフォーカスリング、後部についてあるのが絞りのねリングになってます。こちらもねスムーズに回すことができます。開放から絞っていくんですが、こちらもね 28mm と同じで角張ったような感じでまん丸にはならないです。はい、実際手に持ってみるとこんな感じになります。これはね 35mm の方なんですけれども、結構ねずっしり重みはくるんですけれども、そこまで大きくはなってないかなと思います。いつもデイキャンプとかで使ってる公園に行って実際撮影してきましたので、そちらを見ていただこうと思います。この2つのレンズ取り比べてみたものと、少しだけ動画の方も撮影してきました。それではご覧ください、どうぞ。はい、いつもの公園にやってきました。ここでね2種類のレンズ取り比べてみたいと思います。はい、それではね写真の方見ていきたいと思います。1枚目が 35mm で撮影、2枚目が 28mm で撮影の順番になってます。手持ちでの撮影なんでね頑張ってはみたんですけれども、全く同じ場所ではないので、そこら辺ご了承いただければと思います。絞り値は両方とも開放で撮ってます。明るく見えるんですけれども、この公園実は木がものすごく多くて意外と薄暗かったんで、露出補正プラス1にしたんですが、ちょっとねやりすぎましたね。動画はシャッタースピード優先で撮ってます。両方ともフレームレート30で撮ったので、シャッタースピード60で調整してます。今回はねフィルター類、 PL フィルター、 ND フィルター一切つけずに、そのまま JPEG 撮って出しの映像となってます。画角なんですが、フルサイズ換算で 35mm の方が 70mm で中望遠、 28mm の方が 56mm で標準となります。最初はね 35mm の方気に入って使ってたんですけれども、景色とか撮るのはやっぱりね 28mm の方が今は使いやすいですね。35mm の方も鼻のアップとかポートレートとかいい感じに撮れるんですけれども、両方のレンズともにね逆光にちょっと弱いんで、フレアやゴースト、ポートレート撮るとねパープルフリンジも出ちゃうんで、それをねレンズの特性と捉えるかどうかは撮る人の好みによると思います。それとね 35mm の方なんですけれども、たまにオールドレンズみたいにぐるぐるボケが出る時があるんですけれども、どのような条件が整ったらそれになるのかが全然分かってないので、また検証しておきます。動画の場合はなんとなく雰囲気でピント調節すればいい感じに撮れるんですけれども、写真の場合は結構シビアに調節しないとボケた写真を量産してしまうので注意が必要です。はい、いかがだったでしょうか。今回は風景や花ばっかりやったんですけれども、意外とねちゃんと撮れてたんじゃないかなという印象でした。カメラ全くの素人の私がねマニュアルレンズで撮った割には綺麗に撮れてたんじゃないかなと思います。値段が安い割には結構いい感じに撮れるんで、初めてのマニュアルレンズの練習などにはねちょうどいいんじゃないかなと思います。それとね、またいろいろこうやって機材実はあるんですよ。なのでね、もしよかったらまたねご紹介させていただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。この動画良かったなと思っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームービーゴーでした。